昔々あるところにどうにも貧乏な男がいました。大人みに暮らしたいな。そうだ、観音様にお願いしてみよう。男が村の観音様に通ってお参りを続けていると、ある晩観音様が現れて、いいだろう、お前の願い叶えて死んぜよ。夜が明けたらお宮の石段を降りていって、最初に見つけたものを拾い、それを大事にしなさいと告げました。やがて男が石段を降りていくと、何か落ちています。わはん、これだな。拾い上げると、それは柿の種でした。なんだこんなものか。男は捨てようかと思いましたが、せっかくお告げをもらったのですから、粗末にできません。ありがたくおしいただくと、これは不思議、柿の種が男の額にぶたっとありついて、ドローにも取れません。まあいい、このままにしておこう。すると間もなく柿の種から芽が出てきました。芽はずんずん伸びて立派な木になりました。男がたまげていると、柿の木は枝いっぱいに花をつけ、花が終わると鈴なりに実をつけました。うまそうだな、試しに食べてみよう。男が食べてみると、甘いのなんの。男は早速町へ柿を売りに行きました。頭に柿の木とは珍しい、俺にもくれ、俺もだ。柿は飛ぶように売れました。男はお金を売るところに多く置く顔でしたが、面白くないのは町の柿売りたちです。俺たちの商売を横も邪魔したな。男を囲んで袋叩きにすると、頭の柿の木を切り倒してしまいました。あー、もう金儲けできない。男がしょげていると、切り倒された柿の木の根元に柿竹という珍しいキノコが生えてきました。おいしいキノコなので、男が売りに行くと、これまた飛ぶように揺れました。面白くないのは町のキノコ売りたちです。俺たちの商売が上がったりだ。男を囲んで袋叩きにすると、柿の木の根元を引っこ抜いてしまいました。男はがっかりです。頭には大きなくぼみができてしまいました。やがてこのくぼみに雨がたまって大きな池ができました。こうなったらいっそのこと池に身投げをして死んでしまいたい。男が嘆いていると、頭の池でパチャンと跳ねるものがありました。手に取ってみると大きな鯉です。頭の池にはいつしか鯉やら船やらナマズやらが育っていたのです。男は頭の池の魚を売りに行って、またまたお金を儲けましたが、町の魚